皆さんこんにちは、じゅんです。今日は私のクラブセッティングを紹介したいと思います。前回少しだけお話ししたんですけど、今日はじっくりと説明したいと思います。まずドライバーはグローレ F、 メンズの R シャフトですね。 R シャフト そのなんか重さが3000とかいうやつかな。フレックス R の GL3000 を使ってます。純正のシャフトです。ボルトがこれ10度です。10度でいいのかな、のやつを使ってます。これは本当に、最近半年ぐらい前に買いました。それに合わせてですね、同じスペックの3番ウッド、これもメンズのフレックス R 3番ウッドから5番ウッド、これも3300かな、 GL3300 って書いてますね。 GL3300、もう一個ね、重いやつも一回振ったんですけど、やっぱり振り切れなかったので、結局 R シャフトの中でも軽いものを選びました。はい、でこれはまだ本当に半年ぐらいですかね、使って。去年1年前にリンゴルフに出て、ウッドが足りない、ウッドが全く入ってなくて使えなかったので、心ちゃんに触発されて、私もウッドを購入しようということで、手に入れて、ドライバーも一緒に変えて、今は結構ね、3番ウッドはそんなにティーアップしないとうまく打てない時のが多いんですけど、5番ウッドは本当によく使えるようになって、180ヤードぐらいはグリーン狙うことが今はできるようになっていて、すごい心強い一本ですね。で、ずっと使っているのユーティリティ、次ですね、24度の5番ユーティリティになると思うんですけど、アキラってあんまり使ってる人いないかもしれないんですけど、アキラのユーティリティを使ってます。種類はね、 ADR とかですかな、ちょっと見てもらって、結構ね使ってるので、古いんですけど、もうこれはほとんどミスしないで160ヤードぐらいまで、150ヤードから160ちょっとぐらいまではこのユーティリティで狙ってます。やっぱ女の子はユーティリティとか使いやすいのかなと思うので、その上のユーティリティとか4番ユーティリティとか、今後また入れていけたらいいのかなと思います。次、アイアンですけど、ピッチングから P から5番まで、5番アイアンまで入ってるんですけど、テーラーメイドの R11 の、純正のフレックス R を使っています。これはですね、使ってからもう3年使ってるアイアンなんですけど、他のよりも打感とか音とかが結構好きで、なかなか変えられてないです。多分ね、結構他のと比べるとソールが薄くって、音も軽め、当たった感じも軽めなんですけど、いい音が出るんで、すごいね、私は気に入ってます。よく使う、5番アイアンまで入れてる理由っていうのは、やっぱりそのラフに入った時とか力がないとユーティリティとかウッドとか打てなくなっちゃって、アイアンだと出せるので、5番アイアンで距離が残ってラフに入っちゃった時は使ったりするのに入れてます。去年そのリンゴルフ出た時はずっと5番アイアンでセカンドとかユーティリティか5番アイアンで打ってたんですけど、今はなんかあんまり使わなくなってしまってますね。逆に6番アイアンまでよく使ってて、5番アイアンはラフに入った時ですね。次、ウェッジがこれね、種類がね、ちょっと中古のウェッジを買ってるんですけど、52度、56度、58度
を入れてます。52、56度はタイトリストの冒険、52、56度はタイトリストの冒険、これもね、なんか多分種類違うんですよ実は。まあ重さとかほとんど変わらないので、今これを使ってます。重さはね、多分一番シャフト S の950使ってます。多分普通の男性が使うぐらい重いクラブだと思うんですけど、まあ、別は重くてもクラブをトンって落として打つっていうのが、まあ、目的、飛ばすのが目的じゃないので、まあ、重くてもいいよってことで、今はこのクラブ5256タイトリストの冒険と、まあ、一番使ってるのが58度、58度は14の58度を入れてます。3本、これもね多分 S シャフトの、スチールの S シャフトを使ってます。だいたいアプローチはこの58度で、あの結構ちゃんとスピンがかかって止まるので、距離感ぴったりぐらいに打ち込んで寄せるっていうことをやってます。あと最後にパターなんですけど、パターはオデッセイのホワイトホット、まあ今マレット型を使ってるんですけど、まあ、私こう結構引っ掛けやすいので、もしかしたらピン型の方がいいんじゃないかなっていう意見をやっぱり多くいただくので、ちょっと一回ピン型試してみたいなとは思ってますけど、今はこのマレット型のオデッセイのクラブを、まあ、2年ぐらい使ってます。これはね中古で6000円で買ったクラブなんですけど、まあまあ入りますよ、うん、はい。あとちょっとね軽いんですよね、もうちょっと重いパターンの方がいいのかなとも思いながら、ちょっとまたフィッティングとかしながらパターは変えていって、もっとバーパッドとかで入るようなものを見つけていきたいなと思っております、はい。じゃあ各クラブの飛距離を、まあ、大体ですけど、まあ、ドライバーは、まあ、最近本当にどんどん飛ぶように、毎年か半年に1回ぐらいどんどん飛ぶようにはなってきてるんですけど、今は190から210ヤードぐらい飛んでます。あまり飛距離は気にしていなくて、方向性とか球筋とかを気にしながら打ってはいるんですけど、このグローレフに変えてからすごい飛ぶように安定してなってきてますね、うん、あんまり曲がりも少ないので、いい感じかなと思います、はい、190から210ヤードぐらいですね。3番ウッドの飛距離は190ヤードくらいですかね、まあ、ほとんどティーアップして打つことが多いんですけど、前にフェアウェイから打ってもそれぐらい飛んでるときは飛んでます。ただあんまり狙うとかがちょっとまだ精度が私の中で低いので、まあ、そこまでこう使いこなせてないかなと思います。5番ウッドはだいたい180ヤードぐらい距離が残ってるときに打って、まあ、グリーンに乗せることができるので180ヤードぐらい飛んでるかなと思います。この5番ユーティリティはほとんどミスがないので、だいたい150ヤードから165ヤードぐらい、170ヤードぐらいまで飛ばすことができるんですけど、まあ、コントロールして使ってます、はい、一番使うかもしれないですね、グリーンに乗せるときとか。5番アイアンはちゃんと当たれば150ヤードぐらい飛ぶはずなんですけど、最近使ってないんでちょっとわからないなって感じですかね6番アイアンは140ヤード、7番アイアンが130ヤード、8番アイアンが120ヤード、9番が110ヤード、ピッチングが80ヤードから100ヤード、ピッチングもすごいコントロールして80ヤードから100ヤード打ちます。52度で
70ヤードぐらい、56度で、まあ、60から50ヤード、残りを、まあ、58度で打ちますね、まあ、たまに56度でも短い距離とかは打ったりするんですけど、まあ、グリーンが受けてたりとか、まあ、普段その日の転がりとか見ながら、まあ、56度と58度はアプローチに、まあ、50ヤードからのアプローチに使ってます。はい、以上で私のクラブセッティングの紹介を終わりたいと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、どしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします。先ほどもお話ししたんですが、私はパターがちょっと苦手意識があります。まあ、パターをこれから変えたいなと思ってはいるんですけども、皆さんの、おすすめするパターとかパターの選び方について教えていただけたらなと思うので、コメントの方にお願いします。バイバーイ。